どうも、こんにちは。ギタリストの宮脇です。今回ですね、Zoom の R20 というね、マルチトラックレコーダー。こいつを使ってですね、いろいろ録音にチャレンジしてみたいと思うわけです。まあ、見た目はすごいシンプルで、これを手にした時に、なんか何もついてねえんじゃねえかなって言ってちょっと思ったくらいなんですけれども、まあそういう使っているうちになんか、ああ、こういうこともできるんだっていうことが分かってきた次第です。それではですね、R20 を使って早速いろいろ録音にチャレンジしていってみたいと思います。早速ですが、電源を投入してみたいと思います。えい！はい、投入しました。Zoom という文字が出てきまして、それではですね、新規ファイルというものをね、作っていきたいと思います。まずは、はい、このプロジェクトというところの、ここを押すとですね、このプロジェクトとテンプレートっていうのがあるんですね。プロジェクトっていうのはまっさらさらっていう感じなんですが、テンプレート、これを押してみたいと思います。そしたらですね、いろんなジャンルに応じたリズムループがあらかじめ入っているという、そう、テンプレートがあるんですね。今日はちょっとファンクあたりをクリエイトしてみましょうか。えい。はい、出ました。ちょっとね、鳴らしてみましょうかね。えい。はい、どうですかね。この今、5トラック目と6トラック目、これ不正をリンクしてある状態なんですが、これにですね、あらかじめ、リズムトラックが入ってるんですね。こいつに合わせて、まぁ、ちょっとなんか撮ってみたいと思うんですよね。E7 一発みたいな感じっていうんですかね。そういうの撮ってみましょうかね。それではまずはどうやっていくかっていうと、1トラック目っていうところに撮ってみたいと思います。1トラック目のインプットですね。キャノンだけと思うけど、真ん中ちゃんとホーンが刺すところがついてるんですね。それではまずはベースを撮ってみたいと思います。はい。で、これレベルなんですけれども、このピークというね、の印がこれだと好きすぎると、これだと行き過ぎなんでっていうところですね。E7 でこうジャムってる雰囲気みたいな感じでね、試し撮りということで撮ってみたいと思います。レコボタンを押してスタートです。はい、今ですね、ベースを撮ったわけなんですが、もうこのままね、今シールドもギターに差し替えてですね、今こう見えてるこの1トラック目こう撮ったじゃないですか。こいつをですね、4トラックに移しときましょうか。はい。そしたら次にギターなんですけれどもね。ギターはですね、ちょっとエフェクターを使ってみたいと思います。この中で例えば、オートワウとかどうですかね。これなんかいろいろなんかこう使えるってこう出てるんですよね。はい。で、ここ音差の印で、こうチューナーになっているというね。ようございますね、この辺。はい。それで今こうね、こういう風なプレイをやってみたいと思いますね。えい。はい。これで一本ギター入りましたね。せっかくだから、右側チャンネルにもなんか入れてみましょうか。はい。それではこのチャンネルをね、ちょっと映しておきましょうか。えい。よいしょ。はい。じゃあ改めていきたいと思いますが、それでは撮ります。一応、取れました。それではですね、これちょっと、映ってみたいんですが、この1トラック目もですね、こっち映しちゃおうかな。ポン。はい、これで、クイッと映して、トラックセッティング。これで、パンを振っときましょうか。はい、今度はちょっとギターソロなんか入れてみましょうかね。このぐらいからいってみましょうか。アナログディレイありました。ポン。もう、掛け取りでいきますっていう雰囲気になってます。撮ってみますよ。
声でですね、一応できたんで聞いてみましょうかね。いかがだったでしょうか。この R20、まあ、見た目はですね、本当にカセット4トラ MTR みたいな感じなんですが、その頃はこのタッチスクリーンなんてなかったですからね。 USB でこのね、ミディキーボードをつないだらここに音源が入っていたりとかですね、あるいはスタンダードミディファイルが読み込めたりとか、今時の機能も実は入っていることを PDF になっている説明書を見るとですね、知ったという次第なんですね。ですから、触れば触るほど結構いろんな機能が見つかるんじゃないかと思います。非常に手軽に録音できるマルチトラックレコーダー、まあ、カセット MTR を使った人ならなおさらのこと使いやすいんじゃないかと思いますので、ぜひぜひこれを試していただければと思います。それでは